お正月太り対策3か条をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、お正月太りの原因と対策法がわかります。そのことであなたはお正月太りを気にせずにお正月休みを思いっきり楽しむことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。お正月太り対策3か条の1つ目はこちらです。腸内環境を今から整えておくことなんですね。その理由は、あなたの腸内環境がお悪いままだと太りやすくなってしまうからなんです。例えばあなたの腸内環境が良ければ、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が元気で痩せるような食材をこう好むような味覚であったり、そもそもその太りやすいものをこう欲しいと思わなくなるんですが、逆にデブ菌と呼ばれるその悪玉菌が元気な場合は、もうとにかくですね、太ってしまうような食べ物をこう食べたくなってしまうんですね。でまたデブ菌が優勢ですと、その血糖値をこう急上昇上げさせてしまう力が強くなります。その結果あなたは食べたものをどんどんその脂肪ですね、こう溜め込んでしまう体質へと変わってしまうからなんですね。なのでどうすれば良いのかということなんですけれども、今からお正月を迎える前からあなたのその腸内環境をしっかりと痩せ菌と呼ばれる善玉菌をこう優先にしておくことが大切。そのために方法があります。こちらです。腸内環境が整う食べ物を今から意識的にですね、取り組んでいただくということなんです。例えばこちら、頭文字です。孫は優しいから始まる食材をバランスよく取りましょうということです。まは豆類です。ごはごま類やナッツなどの、まあ、そういったものですね。和はわかめに代表される海藻類です。そしてやは野菜、さは魚、しは椎茸などのキノコ類、そしていは芋類ですね。こういったものをまずは1日の食事をかけてバランスよく全部取れてるかなということをチェックしてみてください。でプラスですね、その腸内環境痩せ菌が増える食べ物があります。こちら1番、発酵食品です。発酵食品を必ず取ってください。難しいことはないですよ。例えば味噌汁であったり、キムチやぬか漬け、あとは納豆、ヨーグルトなどです。こういった発酵した食品を取ることで痩せ菌が増えます。そしてその痩せ菌が元気になるための餌があるんですね。それがこの2番目、水溶性食物繊維です。もう先ほどお伝えしました、まあ、わかめなどの海藻類ですとか、要はネバネバ食品なので、オクラだったり里芋だったり、そういったものをしっかりとってあげることで痩せ菌を増やす、餌を与えてあげるんですね。でプラスそれに伴って元気にするオリゴ糖、例えば蜂蜜にも入ってますし、玉ねぎなどにも入ってます。そういったものをしっかりとる。プラス最後 EPA DHA と呼ばれる脂肪酸ですね、良質のそういったあの油、青魚などに、まあ、サバとかサンマとかイワシですね、ああいったものに含まれておりますから、そういった油を含むその脂肪酸ですねをバランスよく1番から4番まで取って差し上げると、あなたの腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えてくれて、自然とあなたは痩せ体質になることができるんですね。なのでこの対策1か条は、腸内環境を整えてあげましょう、今からその準備をしておきましょうということです。ではどんどんいきますよ。対策の、次3か条中に2か条目ですね。2つ目、間食を控えましょうです。でなぜかと言いますと、そんなに食べてる量はなくても、何度も何度も1日かけてですね、お口に運ぶ、まあ、要は間食する方というのは太ります。なぜかというその理由があるんですけれども、こちらです。デブホルモンと、ね、呼ばれているインスリンです。インスリンが物をその食べるたびに必ず出るんですね。でこのデブホルモン、インスリンは体に脂肪を溜め込むホルモンですから、特にですねお腹周りにですね、わざわざその脂肪をですね
溜め込めるようにする働きがあるんですよ。もう嫌ですよね。なので逆に言えばこのインスリンを味方につけるような食べ方をすれば、あなたは脂肪を溜め込みにくくすることができて、結果お正月太りも対策できるということになるんですね。でどうすればいいかっていうその方法なんですけれども、まずはインスリンが出やすい食べ物ってあるんですよ。もう代表的な太る食べ物ですね。ケーキであったりパンとかパスタとかピザとか、そういうようなもう糖質、まあ、お肉もそうですけども、そのカロリーが高いものとかですね、血糖値が急上昇してしまうようなものは、もうとにかくこのインスリンのホルモンがどんどん大量に出ます。で逆にインスリンが、まあ、出るんだけれどもそんなに量が出ないというのは、やっぱりお野菜であったりですね、先ほどお伝えしましたこういった孫は優しいのこういった食事です。こういったのをされるとインスリンがその急激にですね大量に出たりとか、血糖値が急上昇するようなことはありませんよということですから、ポイントはインスリンが出にくい食べ物を選んで、ゆっくりですねよく噛んでいただくというのがインスリンを抑える方法になります。プラス何度も何度も口に運ばないでくださいねということなんですね。例えばこんなことないですか？もう特に女性の方でしたらですね、お台所にも立った瞬間、一日中食べてたなってこう振り返ってみると感じることってないですか？例えば朝起きてお正月のお料理を準備しようとした時に、その準備段階ですでにちょっとこれどんな味かなってこう気になってちょっと味見してみます。で準備が終わってご家族とお正月料理を食べました。で食べ終わって、あ食べたお腹いっぱいと思ったところにご家族の方が残してる、もうこんな残してもったいないわと思って家族の残り物も食べる。でその繰り返しでお昼がやってくる。そして、まあ、3時が来たからちょっとお茶菓子でもとかいうことでお茶とお菓子を何か召し上がる。ですぐそうするうちにもう晩ご飯が来て、また味見をし食事を食べ家族の残り物を食べ、そして最後に食後のデザートとか、ずっと長時間かけて、まあ、糖質量が高いようなお酒を飲み続けるとか、もうこういったものをですね考えていただいた時に、常にあなたはインスリンを出しています。もうどん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 食べてる量はそんなになかったとしても回数が多すぎるわけです。もう口に運ぶ回数が多い、内臓が休んでるお時間がないということは太ります。であればですね、食べてもいい食べてもいいのでまとめて食べましょうねということなんですよ。朝昼晩、もうその食事の時間単位だけ、例えばちょっとおやつ食べたいなとかですねありましたら、もう食事のおかずの一部としておやつを入れてください。まとめて食べてしまえば、結果あなたはインスリンを出す回数が一段とですね確実に減らすことができますから、そうすればそのために脂肪を溜め込むホルモンが出ないわけですから、お正月太りの対策ができるんですよということなので、第2箇条のまとめは、何度も何度も口に運ばず完食をせず、食べてもいいからまとめた時間にまとめた回数で食べましょう。1日3回ですね。そうすればあなたはお正月太りを、対策することができるんですよ。では最後、対策の3か条の3番目、プチ断食をしましょうです。でこれも難しく考えなくていいんですよ。あの断食というとですね、こう何にも食べちゃいけないんだとか私にはできないとか、あの心配する方もいらっしゃるんですけども、これはプチですから、プチ断食ということで、もうこれがですねもう肝です。お正月太りをするかしないかの本当に最後の砦です。でこれは何かと言いますと、お正月ですよね、食べたいじゃないですか、もうイベントです。もう年に1回しかないこんなねご家族、大切なお時間を大事にしていただきたいんですね、私も。でも太りたくない、もうこのジレンマなんですよね。その時にですね、ああやっぱり食べ過ぎたっていう時もね、誰だってあると思うんです。ああ食べ過ぎたって、その時に放っておかないでくださいねっていうことなんです。ポイントは食べ過ぎたらそのままにしない、さっとリセットする方法を今からお伝えしますから、あなたはこのプチ断食に取り組むことで食べてしまった、食べ過ぎたことをですねなしにすることができるんですよ。でその方法をお伝えしますね。それは空腹時間を16時間作ってくださいということ。これそんなに難しくないんです。なぜかというと睡眠時間を
入れ込めば簡単に16時間ぐらい空腹にすることができます。でプラス、まあ、16時間も寝ないと思うんですよね、まあ、寝正月の方でしたら一番いいと思うんですけれども、もう私はちょっとまとめて16時間も寝ないわっていう方は、その睡眠時間を取る前後の時間を取っていただく。例えばそうですね、8時間睡眠の方であれば16時間にしようと思ったらまた8時間いりますよね。なので寝る時間の4時間前とか起きてからの4時間後を食べないです。で一番ベストはですね、夕食をお休みすることです。例えばお正月いっぱい食べた、もうこれ以上張らないというぐらい食べた翌日の夜ご飯を抜いてください。なので翌日は朝と昼はまあ食べていただいていいんですけれども、その日はもうお昼食べたらもう次の 翌日のですね朝までは食べない。そうすると16時間キープできます。でその間にすごいことが起こるんです。何かというと、だいたい12時間以上経った頃から溜め込んでしまった脂肪がね燃え出すんです。でだいたい食べたものがですね脂肪に変わるのは48時間と言われてます。なので食べ過ぎだと思ったら48時間以内にこのプチ断食をね決行されてください。そうすれば食べ過ぎたことをなかったことにすることができます。でまたプラスちょっとプチ断食明けはですね、いきなりあーもうご飯ね頑張ってお休みしたからがっつり食べるぞってこう突然ですねステーキとか甘いケーキとかねガーンと食べないでくださいね。なぜかというと、せっかく休ませた内臓に蓋をかけてしまうから、またせっかく整った腸内環境を汚してしまうからなんです。なので甘いものや脂っこいもの、添加物などは急にプチ断食明けに食べてはダメです。消化にいいものから、まあ、おかゆとかスープとかもう日本食ですね、まあ、おかゆと味噌汁とかそういったものからスタートして、よく噛んで内臓にいきなり負担をかけないでくださいねということですね。この方法をされますと、本当にあんだけ結構食べたけど今年のお正月はなんか身にならなかったな、脂肪をため込まずに済んだなってご実感されることがあると思うんですよ。そしてそうですね、あとはプチ断食の件でお伝えするのはもうまずはベースはこちらなんですけれども、時々ですねお正月に限らず食べ過ぎたなっていう時もされるといいです。私もしますよ。外食が続いた時とかですね、お付き合いで食べたな食べ過ぎたっていう時はサッとします。翌日サッとします。どうかしたらもう朝ごはんもお休みします。夜会食があって食べ過ぎたっていう時はその翌日の朝もサッと抜きます。その代わり昼と夜は食べたりとかですねするだけでも本当に変わってきますから、ぜひぜひこのプチ断食取り組んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめです。お正月太りをする原因があります。その対策が3つあります。その1つ目は今から腸内環境を整えておくこと、そして間食を控えて食べてもいいからお正月ぐらい食べましょう、食べてもいいからだらだら食べないです。そして3つ目、でもどうしても食べてしまった、わかります食べちゃったっていう時はさっと48時間以内に食べたものが脂肪に変わる前にプチ断食を決行していただいて、さっと食べ過ぎてしまった脂肪やカロリーをお休みしてあげることで内臓がですね休まる。そしてご飯を食べないわけですから一食、その間に溜め込んでしまったカロリーを使おうって体が一生懸命燃え出しますから、その力を上手に味方につけていただいて、お正月をですねもう本当に楽しく思いっきり明るい気分で過ごしていただきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えすることで、あなたがですね長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。そして私のこういったお話に対してですね、先生こういう場合は私の場合はどうしたらいいですかっていうご質問を多くいただいています。その時は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらからご登録後直接私にご相談されていらっしゃいます。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。